今日は川という字を書いてみましょう。まず一画目は縦の中心から左側から始まってスーッと左に払います。まっすぐ降りてきて最後だけ左に向かって払います。二画目は縦の中心にまっすぐです。始まる位置は一画目と高さがほぼ同じところから入ってください。で、一画目よりは短いところで止まります。一画目とほぼ同じぐらいのところから入って止まります。最後三画目。三画目は一画目と二画目のちょうどここの間ですねと同じぐらいの幅を空けて書きます。で、書き始めは一画目二画目よりも少しだけ上から入りましょう。高い位置から入ってまっすぐ降りてきて最後はスーッと抜きます。川のポイントとしてはこことここの余白間を同じだけ開けましょう。で、最後は一画目の最後はスーッと左に抜いていくように払います。で、真ん中二画目は一画目よりも短く止めましょう。最後三画目は一画目二画目よりも高い位置から入ります。高い位置から入ってまっすぐ降りてきて最後は抜きます。こことここの余白を同じにしましょう。で、この3本の長さの違いをよく見て書きましょう。